ニナニです。私動画でもちょこちょこ言ってるんですけど、結構な人見知りだと思うんですね。でもさ、よくよく考えてみたら、結構な人間がさ、自分人見知りですって言わん？多分ね、きっとみんな嘘はついてないんですよ。ただみんな自分を人見知りだと思ってるんですね。これはもしかしたらみんなが人見知りに憧れてるのかもしれない。で、私ももしかしたら人見知りに憧れてるのかも、私も人見知りに憧れてるのかもしれないって思ったんですよ。ということで今日は人見知りになるための人見知り講座、まあ、これをね、私なりにね、説明していきたいと思います。それでは行きましょう。1、開口一番は他人と喋るとき開口一番は絶対に、これはね、人見知りの鉄則、基本中の基本です。つうかこのあって言葉さ、人見知りじゃない人も言うと思うさね。言わん人おらんくない？コンビニでもお箸つけますかって言われたら、お願いします、黒いりますか、大丈夫です。これですよ、開口一番のあ、これ外せないですよね。親しくなければ親しくないほど喋り出すときあが必要なんですよ。女装と一緒さ、喋るぞ喋るぞ喋るぞ、お箸いらないです。これ別に何にもびっくりしてないのにあって言うからね。なんだよあって。2、口の前で拳を作る。これはマジでね、一生治らん私の癖ですよ。動画を見てくれてる人から時々街で声をかけられることがあるんですけど、その時もね、絶対やっちゃう。だからこれはマジで割と悩み。それでね、私が声かけられて喋ってるのを見てね、毎回友達が横から、いやお前挙動やば、また拳作っとったぞって言われる始末。口の前で拳作るっていうのはこれですね。こうやって喋っちゃうんですよ、人と。それで目を合わせずに、とにかくこうやって会釈するんですね。これに先ほど説明したあがつきます。そしたらもう完璧な挙動不審です。お手本見せます。ご注文こちらでお伺いします。アイスの抹茶ラテの M サイズ、氷少なめでお願いします。はい、アイスの抹茶ラテ M サイズ、氷少なめですね。お会計460円でございます。はい、抹茶お好きですか？はい、好きです。私もすごく抹茶好きで、すごく美味しいですよね、抹茶。あ、美味しいです。こちらの新商品の抹茶蜂蜜ラテってもう飲まれました？あ、いや、まだです。こちら抹茶ラテに比べて甘さがちょっと強くなっていて、すごくまろやかなお味になっていて美味しいので、ぜひ次回飲んでみてください。あ、じゃあ次飲みます。あ、500円からでお願いします。はい、これがまさにいい例ですね。どうですかこの挙動シンプル、怖いでしょ、店員さんに申し訳なかでしょ。最近はね、家じゃ編集せずにネットフリばっか見てる自分がね、嫌になってきたので、カフェに通い詰めてるんですね。なんでやっぱ数をこなしたので、前よりは全然店員さんとスムーズに会話ができるようになったんですよ。だけど本当に昔っつうか最近までこんな感じでしたね。もうずっとこうした。こうやってフラミンゴみたいにこうして、フラミンゴでこうするっけ、わからんけどさ。俺こう見えて人見知りなんだよねって、もうこう見えてってつけてる時点で自分がすでにそうは見えてないことを自覚してるマッシュヘアの男とはこっちはちげんだよ。顔の前に拳を作れるようになって、そこで初めて立派な人見知りになるんだよ。いや、いい、分かってんならいいんだ、謝んな謝んな。な、まあ、とりあえず私の背中だけ見てついてこい。3、店ですいませんを言わない。私は店員さんを呼ぶのがマジで苦手。なんならつい2年前ぐらいまでは注文もしたくなかった。いや、そりゃね、しなきゃいけない時はするけれども、私を理解してくれてる親友とかとご飯行ったら、あ、ニナに注文できんやろ、してやっけ、仲良かっていつも言われてました。もう甘やかされてました。だからまあ注文っていうのはね、だいぶね、昔よりは言えるようになったんだけど、すいませんがマジで未だに言えない。とにかくご飯屋さんに行って最初にすることは、おしぼりで手を拭くことでもなくて、水をこう飲むことでもなくて、ここにね、机にベルがあるかを確認することなんですよ。ベルがあるのとないのでは安心のレベルがマジで違います。ベルがないご飯屋に行った時はマジ地獄。すいませんって言って店員さん来なかったらどうしよう、恥ずかしすぎる。てか、すいませんって言うべきか、すみませんって言うべきか、どっちやろう。うわー、来た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 。あ、今言わんば。あ、今言わんば。まあ、こんな感じで苦しんだ経験ありまして、そこから私は一人でご飯を食べに行くときはね、ほとんどファミレスになりましたね。もう絶対ベルがあるじゃないですか、ファミレスって。だからもう絶対にファミレスです。4、自分が何喋ってんのかわからんくなる。これは人見知りつうか、ただ単に私の悩み。何人かで会話をしてるときとかによくあるんですよ。喋り始めたのはよかものの、なんかね、喋っとるうちに人に見られてるとか、みんながつまらんって思わんように喋らんばとか、話し終わった時に、え、こいつ落ちなさすぎやろって思われたらどうしようとか、いろんな思いが巡り巡って、最終的に、あれ私なんて、私何喋るよとってなるさ。要はテンパるんですよ。 YouTube ってさ、このカット機能っていうのがあるけんがさ、私めちゃめちゃ綺麗にベレベレ喋ってるように見えるやろ。けど私なんかね、こうやってしばらく、なんとかなんとかかんとか、違う、もう一回みたいなめっちゃあるし、これは何ですか、本当に何なんですか。普通に5、一気に話が盛り上がった後の沈黙、通常の場合はおそらくこうです。
え、わかる。やっぱり胸毛って最高だよね。いや、それはそう。胸毛しか勝たんって感じ。いや、そんな推ししか勝たんみたいな感じで体毛の話すんなって。マジで言ってるわ。てかさ、この間のまやちゃんのインスタ見た？そう、あの、おしゃれなカフェについてめっちゃ可愛かったんだよね。その私の場合はこうです。え、わかる。やっぱり胸毛って最高だよね。いや、それはそう。胸毛しか勝たんって感じ。いや、そんな推ししか勝たんみたいな感じで体毛の話すんなって。はい、これですね。人見知りを極めたい方は後者を選んでください。はい、以上で私の人見知り講座は終わりです。なんかでも自分で喋って思っとったけど、これってね、誰にでもあると思うんですよね。割とそりゃ人見知りの度合いの違いはあるにせよ、人と最初からうまく喋れる人って結構少ないと思うんですよね。だから次から私は他人と喋るとき、こいつの人見知りと思いながら喋ります。私はね、こいつも緊張してんだな、仲間じゃん、なんだ私だけじゃないのかね。こう思うことで相手の気持ちも汲み取れるし、なんだか温かい気持ちになりませんか？そう考えたら人見知りってね、世界平和ですよ。そう思いませんか？そうですよね。もうそれでいいですよね。もうこれがオチでいいですよね。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録。